メグロハスは、平野志シ岸優太、神宮寺優ジングジユタと共に、ナンバーアイとして知られる、J の一員です。また、彼は SNS のフォロワー数が他のメンバーとは異なり、フォロワー数において、公的種とされています。スノーマンのメグロレン26が10月24日、都内で行われた、東京ドラマアウォード2023の受賞式に登場。 2022年10月クール放送のドラマ、サイレント、フジテレビ系の公演で助演団優勝を受賞した。黒いスーツ姿で登場したメグロ。ドラマでは若年発症型両側性肝と難聴を患った桜草を演じ、演じてて自分と気持ちが重なる部分がすごくあった、と振り返り、喜びを強和にした。 そんなメグロは10月26日に自身のインスタグラムストーリーズを更新。今年7月クールの主演ドラマトリリオンゲーム TBSK で共演した佐野優斗25とのツーショットとともに額が金髪になったから黒髪も好きだけど金髪も似合うよと投稿してファンを喜ばせた。メグロさんは10月23日までに個人のインスタアカウントを 解説。フォロワー数はわずか5日で161万人を突破し、改めてその人気と影響力の高さを証明しました。ワイドショー関係者。インスタで言えば、元ー n g o p s でヌームバー I を結成した平野史洋26派408万人、神宮寺雄太25派206万人、9月15日に X。 ツイッター、アカウントを開設した岸優太二十28、は77万人のフォロワー数を誇る。3人合わせて約690万フォロワーということになります。さすがに、メグロさんが平野さんの数字にすぐに迫ることは難しいでしょうが、ジン・寺ウジさんのフォロワー数はすでにかなり近いですよね。ジャニーズ事務所は、ジャニー北川氏、去年87の問題で崩壊。 嵐の二宮和也40も独立し、新会社もどうなっていくかわからない。そんな中、滝沢秀明さん41率いる株式会社飛べ、そしてヌームバー、アイや平野さんに対抗できるのは圧倒的な人気と存在感を示し続けているメグロさんだけなのかもしれません。全道 四角目黒連平の仕様は一緒に星を見る中目黒と平野はプライベートでも仲が良いことで知られているアーテイル。5月19日のミュージックステーションテレビ朝日系2時間 SP には平野、騎士、獣流児の脱退直前のキンプリとスノーマンが出演。 平野との関係について目黒は、おちゃんの主演舞台に出させてもらった時に、おちゃんの楽屋で布団敷いて一緒に寝てた。気づいたら仲良くなってた、と振り返り、平野も一個先輩なんですけど同い年、目ぐちゃん家に行って星を見たり、ロマンチックな過ごし方をしている、と明かすと、目黒もまた見ようね、と応じていた。 メグロさんと平野さんはお互いを潰し合うという関係では決してなくまさに公的手という感じになっていくのではないでしょうか。メグロさんに限らずスノーマンの9人はグループ愛が強く、冠無理番組、それスノーマンにやらせてください。TBSK も非常に大切な番組だと思っていて。 旧ジャニーズから独立することで番組を失うようなことをしたくないと考えていると言います。つまり、スノーマンは二宮さんのように独立することなく、メンバー全員が新会社とエージェント契約を結ぶ方針だと言います。彼らは世間からの評価、好感度も高いですし、CD セールスも今やジャニーズ内というか日本の男性アイドルグループではトップを誇ります。 同じく勢いに乗るシクストーンズをも含め、スノスとスノーマンとシクストーンズだけは今年の NHK 紅白歌合戦に出場できる可能性はまだ残っていると言われるほど、ジャニーズには存続の危機に直面しているグループもある。 そんな中、スノーマンはこれからも変わらぬ活躍が期待できるグループだと多くのファンが信じているのではないでしょうか。前でのワイドショー関係者。四角亀梨和也もメグロ人気にあやかりたいメグロ人気にあやかりたいと考える先輩タレントもいるようだ。 キャットタンへの亀梨和也37は10月20日にインスタで生配信を行いソロコンサートを開催すること自身の YouTube チャンネルを開設することを発表10月23日に亀梨和也 YouTube 始めますと題した動画を初投稿 YouTube を開設した理由について大切にしてきた仲間つながりというものを 今後も僕自身が大切にしていきたいという思いの中で自分のチャンネルを持つことでいい形でみんなと繋がっていけるんじゃないかな。ファンの皆さんにも一番良い形で共有ができると説明。さらに関係が深い後輩くんの一人が出ますよと言ってくれたとしゲストの登場を告知。 ヒント身長高いです。めちゃくちゃ踊ってます。僕のソロコンサートにも出てくれてます。目がつきますとほのめかした。ファンからは、初のゲストはめぐろくんだよ。ね、久しぶりのめめかめかめなしくんが YouTube 解説した初回のゲストめめなのかな今かめなしくんの YouTube 見てきたけど楽しみだな。と、めぐろだと予想する声が殺到した。 2017年に行われた亀梨さんのソロコンサートに目黒さんはバックダンサーとして着きましたから、ね。亀梨さんのはヒントというか、むしろ答えですよね。亀梨さんも目黒さんの人気にあや,やかりたい、多くのファンが喜んでくれるだろうという思いもあり、初回ゲストを目黒さんに頼んだのではないでしょうか。 同じ事務所の先輩も頼るほどの存在になったメグロさんですが、目下のライバルとなるのはニュームバー・アイということになりそうです。そんなメグロさんと仲の良い平野さんたちニュームバー・アイの人気は圧倒的。 もちろん、彼らとスノーマンは事務所が違いますし、それぞれ目指すところも違いますが、その人気や影響力、男性アイドルというカテゴリーでくくるとなると、比べられるポジションになってくるでしょう。そして、平野さん、岸さん、ジンギュージさんという強力な三人と組み合えるのは、旧ジャニーズではメグロさんしかいない、そんな感じになってきていますよね。前でのワイドショー関係者。 プライベートでも深い交流のあるメグロと平野の新たな挑戦、そして再共演にも期待したい。